慶応2年8月の風水害は、1866年9月15日、頃と9月24日頃の2度にわたり、日本を襲った風水害である。日本気象資料には、割暦の8月6日から7日頃及び15日から16日頃について、共に関東地方から近畿地方にかけての一帯で被害の記録が掲載されている。以下、月日はすべて割暦である。 山形県では8日に大風が吹いた。石川県の大正寺では4日頃から雨で、7日の夜に出水し、八辻から巳風が吹いた。江戸周辺では7日は大雨で、7日から8日にかけて台風が吹いたほか、16日は曇りだったものの大風が吹いた。岐阜県では8日7辻から9辻まで暴風が激しく、伊比川や長良川の周辺では水害も起こった。 日賀では7日に大風が吹いて、稲に被害が出たほか、16日には、虎年の大水と呼ばれる大洪水が起きた。愛知県内では5日夜から7日まで大雨が続き、7日は夜から翌朝まで暴風雨であった。中部、南部滋賀県愛知郡では7日の夜に、辰巳の大風が吹き、明け方には南に回って、朝まで吹いたが、水害はさほどでもなかったとされる。 高島郡では7日に大風や高波によって被害が出た。京都の中山忠康日記によると8日の明け方はハエが強く樹木や大枝が折れ雨も降ったが未刻頃から晴れ夕方には小雨となり夜にはハエも止んだ。兵庫津では4日に北東の風が吹いて船がよく進んだと長州征伐へ向かう沼津藩市の日記に書かれている。 和歌山県内では7日に北部、南部とも台風となり、木の川が決壊した。北部伊豆市では7日と16日に大雨で川が増水し、雇用部屋日記には被害の様子が詳細に書かれている。旧国府村では6日と7日が台風雨、洪水で虎年の大水と呼ばれ、昭屋が陸の大干所に被害を届け出ている。豊岡では8日に、 大雨で沿山川が増水し、14日と15日にも大雨で各河川が決壊した。旧那佐村では虎年の大洪水と呼ばれていた。山陰鳥取では4日から雨が降り始め、6日夜から大雨となり、7日の夕方に北風が強く吹き、夜半に袋川が増水、8日の朝に決壊して、上下1円で洪水となった。 山口県佐井市には対応する記載がない。山陽日中よりも東で風による被害が大きかったとされる。広島県では、ぬか軍で暴風により稲に被害が出た。広島県の瀬戸内海付近では7日の夜5つ時に、北西の風が吹き、4つ時頃には暴風雨となった。広島県気象資料には対応する記載がない。高知県では、新覚寺日記に記載があり、 5日が雨、6日が大雨、7日が大雨で夜に大風が吹いたほか、15日の夜も大雨で波が高かった。西日本再意と沖縄気象台100年史には対応する記載がない。ありがとうございます。